にちは。こんにちは。大家好。こんにちは。川口ゆりなです。ですね、今日は、なぜインスタライブを計画したかというと、皆さんにまずガールズプラネット999での感謝の気持ちを直接自分の口から伝えたいなと思ってインスタライブをすることを決めました。はい、それじゃあインスタライブ楽しみましょう。まずガールズプラネット999でたくさんの応援本当にありがとうございました。皆さんのおかげでもう本当に私自身はファイナルステージまで行けるとは正直思っていなかったので、最後までファイナルステージに立つことができたのは皆さんの応援のおかげです。本当に貴重な経験、貴重な時間を過ごすことができて、これからの自分の糧にして、どんどんもっといい姿を、皆さんの期待に応えられるようないい姿をこれからどんどん見せていけるように頑張りますので、見守っていてくださると嬉しいです。じゃあちょっと韓国語でも伝えたいと思います。안녕하세요유리나입니다일단걸스플라넷999에서응원해주신플라넷가디언님들정말정말감사합니다여러분덕분에너무너무행복하고소중한시간을보낼수있었어요앞으로여러분들에게좋은소식들려드릴수있도록열심히하겠습니다앞으로도지켜봐주시고잘부탁드립니다それでは英語でも言いたいと思います。 Hello everyone, I'm Yurina. Thanks for following and cheering me on Girls Planet Cuckoo. Your support makes me so happy and it was very precious time.I do my best for our future. So please continue to keep cheering me. Love you guys! はい、というわけで先日インスタグラムのストーリーにて募集した質問箱なんですが、予想以上にたくさんの方が質問をくださって、これもほんの一部なんですけど、こんなにたくさんの質問をいただいちゃいました。ありがとうございます。それではたくさん質問に答えていきたいと思うので、早速質問コーナーいきたいと思います。 GO! まず1個目はてん、あ、こちらですね。隔離中は何してましたか？そう、隔離中は、そう、前日、昨日隔離がやっと終わりまして、今日から自由の身です、イエーイ。ということでまだどこにも行けてないんですけど、隔離期間中はまず DS してました。姉が DS をプレゼントしてくれて、隔離期間中その DS で小学校の時にしていたたまごっちのカセットとセットでくれたんですけど、もうそれ私すっごくしたかったので、隔離期間中ずっと DS やってましたね。あとは映画を見たりとか、あとパズルもやりました。あとはひたすら寝ました。すごくゆっくり過ごせました、隔離期間中。楽しかったです。はい、ということで次の質問いってみたいと思います。ちょっとコメントも見てみながらいきたいと思います。今 DS? たまごっち懐かしいですよね。たまごっちのカセットの、私 たこ焼きのゲームがすごい好きで、そのたこ焼きのゲームがしたくて、姉にしたいんだよなっていうことを話したら、なんと用意してくれてました。
お姉ちゃん様々です。好きです、嬉しいです。ゆりなちゃん大好き、ありがとうございます。私も大好きです。クリーニング屋さん、そうクリーニング屋さんあったんですよ。そうそうそう。じゃあ次いきますね。次はじゃん。シャオティンって存在しますか。いや、わかりますよ、この気持ち。とてもわかります。なんかシャオティンの雰囲気ってなんかすごい神々しいというか、なんか人間離れしてるビジュアルじゃないですか。わかります、この気持ち。でも存在しますよ、シャオティンちゃんと。すっごくいい子です。もう本当に綺麗で、もう心もすっごい綺麗なんですよ。もうなんか女神ってこの人のことを言うんだなっていうぐらい綺麗な人です。はい、わかる、神々しいですよね。I love you so much, Yurina. I love you too. サランよ、サランよ。マジか。マジです。それでは次の質問いきたいと思います。次の質問は、ね、最近ハマってることは何ですか？これもあれですね、さっきの質問とちょっと似てるんですけど、最近まだ隔離開けたばっかりなので、隔離期間中は本当にずっと家でダラダラ過ごして、 DS してご飯食べて犬と寝て、でたまに映画見てパズルしてっていう生活をしていて、でやっぱり DS ですかね、最近ハマってること。 DS です。はい、それでは次の質問いきます。取れないぞ。よし。次は、どんな香水が好きですか。どんな香水が好きですか。これは私が韓国に行ってオフの日にホンデに買い物に行ったんですよ。メイとアンドリンカとレイナッツと4人で本店に買い物行ったんですけど、その時の地下2階にある本屋さんに香水が、本屋さんに香水が売ってて、でそこの香水がすっごくいい香りで、ホワイトウッドっていう種類、ブランド名じゃなくて種類なんですけど、香りの名前かな、なんですけど、その香水がすごくお風呂上がりの匂いで、もう石鹸の香りで、すごくいい香りで、それをメイとお揃いで買いました。で多分後から別の日にレイナッチも買いに行きたいって言ってたので、多分レイナッチもお揃いです。はい、今その香水を使ってます。それでは次の質問いきます。次、これです。 Favorite seasonいやでもこれはもう、はい、決めました。私の一番好きな季節は秋です。一番短い季節なんですけど、秋のなんか金木犀の香りが私大好きで、さっき好きな香水話したんだけど、また別の話で、金木犀の香りがすごく大好きで、ちっちゃい頃から、で金木犀のグッズとかもたくさん持ってるんですけど、宮崎にいた時にこう小学校の近くに金木犀の木が生えてて、で秋になると金木犀の香りがこう自然と漂ってくるっていう、なんかそれがすごく好き で秋のなんか肌寒い感じ、ちょっとなんか切なくなる感じがすごく好きで、秋もっと長ければいいのになって思います。大好きな季節です、秋ですね。はい、さっきコメントで髪染めたことありますか？髪染めたことないです。
ないんですよ。なんかよく髪の毛何色に染めてますかっていう DM いただいたりするんですけど、地毛ですね。なんか日に当たるとちょっとアイロン焼けなのか分かんないんですけど茶色く見えることもあって、でも地毛の色です。いつか染めてみたいなとは思ってますけど、でも何色が似合うのか、もう今年22になったんですけど22年間1回も髪を染めたことがないので、ちょっと1回目染めるとき勇気いりますよね何色が似合うんだろう。何色が似合うと思いますか、私髪の毛の色。皆さん教えてください。黒でも綺麗です。ありがとうございますあー何色でも可愛い。いやそんなことないと思うんですよ本当に。でも似合う色はあるので似合わない色もあるので、ちょっと何色がいいんだろうな。ずっとロングですか。ずっとじゃないです。中学校の2年生の時に学校がちょっと校則が厳しくて、コテヘアアイロンを修学旅行先に持っていくことができなくて、でそのために髪の毛を切ったんですよ。ヘアアイロンを持っていけないからっていう理由で髪の毛を切ってみて、それが最初ここぐらいで、でもちょっと癖残るラインだなってことでここまで切ったんですよなんかそしたら前髪その時もあって、で黒髪だったのでなんかちょっとこけしみたいって言われて、ちょっとそれがトラウマでショートにするのには抵抗がありますはい、それでは次の質問ですね。あ、How old are you? 22 years old. 22歳です。韓国ではスムセサリ意味だ。23歳ですね。なんかこう韓国そのガールズプラネットで自己紹介するときにずっとスムセサリ意味だって言ってたので、こう自分が本当に日本の年でも23歳になった気分でいて、マシロとかレイナとかと、あれ今私何歳だっけとかお互いに話してました。マシロとかはまだ誕生日を迎えてないので21歳なんですけど、韓国では23歳なので、なんかすごく不思議だねって話してましたはい、それでは次の質問。あ、レイナだ。ここぞレイナッチが来てます。レイナッチ会いたい。会おうねレイナッチ。それでは次の質問です。ファンレターの宛先ってありますか。あります。これはそしたら今言葉で伝えるのが難しいので、インスタライブが終わった後にストーリーでその宛先を載せたいと思いますのでお待ちください。はい、それではどんどん行きましょう。シャオティンちゃんとの写真をもっと見たいです。今は連絡を取っていますか。シャオティンちゃんとの写真ですね。いや、あるんですよ。あるんですけど、そう、もう今日日付超えたらシャオティンの誕生日じゃないですか。だからちょっと期待して待っていてくださいシャオチンとは連絡取ってるんですけど、なんかこれがこう文化の違いなのか、シャオチンってボイスメッセージでやり取りするんですよ。なんか最初ボイスメッセージ来たってなんかすごく衝撃で、なんか私は文字でやり取りするのがこう普通だと思ってたので、こうシャオチンはでも全部こうボイスメッセージで返信が来るので、今となってお互いもう2人ともボイスメッセージでやり取りをしてますはい、ユイナ I miss you so much Thank you。 ママのカレー食べれましたかって聞いたママのカレーは帰国してその日に母が用意して待っていてくれました。
食べました。ちゃんと手作りのカレーすごく美味しかったですでは次ですね。次はガルプラに出ようと思った理由を教えてください。はい、これはまずガールズプラネットっていうオーディション自体を知ったきっかけは、あの同じ事務所の子がきっかけで教えてもらってから、あ、こういうオーディションがあるんだってことを知ったんですけど、出ようと決めた理由は、私は幼い頃からウアさんだったり少女時代さんだったりカラさんだったり、こう韓国のアーティストの方たちの音楽をすごく聴いてて大好きだったんですね。でやっぱりこうずっとちっちゃい時から見てきて大好きなものって、なんかちょっと遠くにあるものっていうか、こう憧れのままでこう終わってしまうことが多いと思うし、私自身もそうだったんですけど、でもこうこれまでもそういう韓国のアイドルになれるチャンスっていうのを、こうオーディションだったりを見にしたことはあったんですけど、なかなかこう踏み出せずにいたというか、こう勇気が出なかったんですよ。でもなんかこのガールズプラネットのオーディションした時に、こう不思議と、本当に不思議と、あ、やってみようかなってこう思えたんですね。なんかとりあえず応募してみよう、やってみよう、挑戦してみようっていう気持ちがあって、でやっぱり応募した当時は書類で落ちると思ってて、まさか自分が33人に選ばれて99名の中の一人になるなんて思ってもいなくて、だから本当にびっくりしたんですけど、でも小さい頃から憧れを持っていたものにこう近づけるチャンスをもらえたことはすごくありがたくて貴重な経験だなって思いますね。はい、はい、それでは次の質問いきたいと思います。はい、今の一番の夢は何ですか。これはガールズプラネットの中でファンミーティングをやらせていただいたんですけど、その時に強く思ったことで、私を応援してくださる世界中のファンの皆さんに会いたいなっていう夢がそこから生まれました。こうそれまではこう投票で高い順位をいただいて、でも正直やっぱりこう直接会える機会っていうのはそれまでなかったので、こう実感がこう湧いてないこともあって、でもファンミーティングで私の名前を呼んでくださる方とか、こう声をかけてくださる方がいて、なんかすごくその時間が本当に幸せで、もうずっとこの時間が続けばいいのになと思って、でそこのファンミーティングでは限られた人数しか入ることができなかったので、残念、その応援してくださる方全員に会うことはできなかったんですけど、でも今の私の夢は応援してくださる方、世界中の応援してくださる方、ファンの皆さん全員にこう皆さんの期待に応えられるような姿で皆さんとお会いしたいなって思います。それが今の私の夢です。いつか叶えたいと思ってるので、ぜひ皆さんその時まで待っていてくださると嬉しいです。待っていてください。韓国語저는오늘점심점심우동먹었어요 진짜맛있었어요네 はい、次の質問は、宿舎で起きた珍事件は。あ、これすごく、どうなんだろう、
珍しくはないかもしれないんですけど、すごいあの私の中でもうお腹がよじれるぐらい笑った出来事があって、これが U プラス Me とかユートピアの時だからもうファイナルの1個前のステージの時の期間に、真っ白の部屋に私とメイと真っ白とあとヒカルが4人で話をしてたんですよ、夜普通のなんかこうワイワイ話をしてて、でその泊まってたところがちょっと虫が多いところで、あの部屋の明かりがついてると結構虫が入ってきちゃうんですよ。であのだから結構窓とか気をつけながらみんな過ごしてたんですけど、なんかその日はそのことを忘れてたのか、本当にこれぐらいでかい虫が部屋に入ってきたんですよ。で羽の音がすごいでかくて、もう入ってきた途端にもうみんなうわーってなって、もうベッドの上にみんなこうトランポリン状態でなんかわーってなって、真っ白は虫が怖いのでもう本当にうずくまっちゃって、なんかもう耳をこうやってそれでこうやってうずくまって、で私はそこら辺にあった枕をこう振り回してこう虫をどっかにやろうとして、でヒカルはこうメイの背中を押してこうメイが怖がってるけど、メイもなんかタオルをこう振り回してこう2人でなんか一緒にこう虫の方に行くみたいな感じになってて、でその構図がなんか本当にカオスで面白くて、なんかもう一人一人やってることがバラバラなのも面白いし、なんかもう本当になんか伝わってないかもしれないですけど本当に面白かったんですよ。で最終的にはメイがこう振り回してたタオルが虫に当たって死んじゃったっていうあの結末なんですけど、それがもう本当に面白かったですね。で隣の部屋からイソとかチェヒョンとかが何事みたいな感じで覗いてきましたそんな出来事がありました。虫苦手な子が多いんです、はいみんな面白い。メイちゃん、そうメイはね怖がっててもなんか行くんですよちゃんと頼もしいですそう面白かったんですよ、本当に面白いはい、では次の質問いきますね。次は小4の娘がゆりなちゃんの熱烈ファンです。これからファンミなどの予定はありますか。あ、小4の娘さんありがとうございます、嬉しいです。見てますか、ありがとう。でこれからファンミなどの予定はありますかっていうのは、まだこうファンミーティングをちゃんと計画はしていなくて未定なんですけど、でも絶対に皆さんと直接会える機会を作りたいと思ってるので、その時まで情報解禁を待っててほしいなと思います。絶対に皆さんに会えるように頑張りますので、はい、会いましょう。はい、それではスクショタイム、スクショタイム、じゃあいいですか皆さん、スクショタイムいきますよ、いきますね。何ポーズぐらいしたいんだろう、 3ポーズぐらいですかね。じゃあいきますね、まず1ポーズ目、じゃあまずピースルダハート ラスト、ラストハート、はい、取れましたか、できましたかね、大丈夫ですかねそれでは質問どんどんまた答えていきたいと思います。よいしょよいしょ、 2.5 万人の方が見てくださってるんですか、すごいありがとうございます。
クショしました、ありがとうございます。え、ビビアン、ビビ、あれビビですかスクショしましたそうビビとも好きな映画とかジャンルがすごく似てて、2人ともハリーポッターが大好きで一緒にハリーポッターカフェに行きました。また行こうねビビはい、それでは次です。え、まんちゃんがゆりなちゃんの足のむくみを取っていたそうですが、マッサージは上手でしたか？これはどこ情報だ。いや、そうなんですよ、まんちゃんは私の足のむくみを唯一ほぐせる人でした。なんか結構筋肉が固まっちゃってるらしくて足がむくみやすいんですけど、まんちゃんがこう対抗してたからかな、なんかすごくこう指圧っていうんですか、指圧が強くてすごくなんか筋肉の奥まで入るんですよ。それがなんかすごく気持ちくて、まんちゃんにしか私の足はほぐせないなって思います。まんちゃん様様ですね。はい、ゆりなちゃん、凝ってるの？凝ってる方だと思いますなんかこう肩とかも結構凝りやすい方なので、なんでなんですかね、なんでなのか分かんないんですけど、マッサージはしてるんですけどねそれでは次の質問いきます。次の質問は、ゆりなちゃんがカルプラの全ステージの中で一番好きな衣装は何ですか？これは、ハイライクダットの時の衣装もなんか自分じゃ絶対に選ばない衣装で可愛くて好きだったんですけど、でもやっぱりファイナルステージの社員の衣装が私は大好きです。で、一人一人美獣のデザインがちょっとずつ違ってて、でシューズもこうブーツの長さとかも人それぞれなんですけど、自分の衣装が一番好きでした一番好きなのは社員の衣装ですね。はい、それでは次の質問いきます。はいはい、ガルプラ終わったら浦島太郎みたいになりませんでしたか？いや、正直なりました。なんか約半年間休みの日以外は情報がこう得られなかったので、スマホを見ることができなかったので、今何が起こってるのかとか分かんなくて、帰ってきてから、あ、こういうことあったんだとかいうことが多いですね。あとこうスタッフさんが iPhone 13 を持ってて、最初何言ってるのかちょっと理解できなくて、私の記憶の中では12までだったので、え、13出てるんですかってなりました、みんなそんな状態でしたね。はい、それでは次いきます。半年は、そうですね、半年大きかったですね。なんか最初大丈夫かなと思ってたんですけど、やっぱり毎日こうスマホに触れてたので最初慣れるまでは大変でした。次ですね、次の質問は、でん、ガールズプラネットクックでの一番の思い出は何ですか？これは、でもステージも、もう全てのステージが、いい印象に残ってますし、でもファンミーティングがやっぱりすごく幸せだったんですよなんかこうステージを準備してる中で、こうそれまで結構こうマイナスな感情だったりとかもこう生まれちゃってた時でもあったんですけど、ファンミーティングでファンの皆さんに会えたおかげで、なんかもうよし頑張ろうってまた切り替えられたんですね、気持ちが。
なんかただ頑張ろう、皆さんに会えるため会えるように頑張ろうっていう気持ちになれたので、あのサプライズ動画、大ミッションの時のサプライズ動画もすごく嬉しくて、もうとにかく早くファンの皆さんに会いたいなっていう気持ちでいっぱいでしたね。だから一番の思い出はファンミーティングです。はいはい、ハンシー歌って、ハンシーあれですか、私のパートですかね。え、久々に歌うからうんうん、あ、ちょっと歌詞間違えてしまったら申し訳ございません。いきますね。でこまんチョコリアイスクリームチョロンのガブリル自分で気分そらぶり、はいこれ探索戦ぶりです、歌ったの大丈夫そうですかねはい、今さっき桜井美優かな、桜井美優が今安藤凛香と一緒にいるよってコメント見えた気がした。元気かしら。それでは次の質問です。お、ベビーメタルで好きな歌教えてください。そうですね、これなんか結構隔離期間中の撮影でベビーメタルの T シャツを着てたのが結構見てた方が多かったらしく、結構DM とかでも見てるんですけど、 DM 全部 DM とかでもベビーメタルのことについて質問がいっぱい来てました。私の好きな歌はノーレインノーレインボー、あーでもいやノーレインノーレインボーですかね。はい、もうとにかくスーさんの歌声とメロディーが本当にマッチしてて大好きな曲です。では次の質問いきます。私もベビーメタ大好きですでは次ですね、次は一番ギャップ萌えしたガルプラ生は誰ですか。これは結構みんな第一印象と性格が違う子は、特に J は多かったかなっていう印象なんですけど、一番ギャップ、第一印象と性格のギャップが一番あったのはお間違いなくメイですメイはJ の合宿の時に一人ずつこう大きな広場みたいなところに入ってて、こう全員揃ったら自己紹介するっていう機会があったんですけど、その時にメイが一番最初に入ってて一番端っこにいたんですね。で私がもう最後から3番目ぐらいで最後の方で入ってきたんですけど、一番遠いメイが一番最初に目に入ってきて、もうあの完成されたビジュアル、マスクしてたんですけど、もうマスクしててもあふれんばかりのオーラがもう感じ取れて、何者だこの子はって思ったんですよ最初。でまだ話したこともなかったので、その時あなんかもう完璧すぎてちょっと怖いなこの子って思ったんですよ最初。強そうだなと思って、でもそのあとすぐにメイと隣同士の列で話す機会があって、その時にもう話した途端からもう今のふわふわしてるメイで話し出したらもうギャップすごってなって、最初なんかこう完璧だから、なんかこう喋り方とかも結構なんかこうしっかりじゃないけど、いやしっかりしてるんですよ、しっかりしてるんですけど、こうふわふわ してる感じとは思わなかったんですよ。だからそのギャップが本当にすごくて、一番そうですね可愛いなってなりました。はい、かわちいよね、メイタン、メイタンかわちい。ミッシングユーを歌ったときが
日清乳業クリーム肌、あ、それかな、クリーム肌、クリーム肌、どこがいいかな、じゃあレイナッチがさっき画面の向こうで見ていたので画面越しに、あ、でもそれだったらちょっと分かりづらいですね、やめましょうそしたらクリボ肌のサビを、歌詞大丈夫かなまあ曖昧なのですが、ちょっと歌詞見てもよろしいですか。失礼しますね。それではクリオ肌のサビを歌いたいと思います。なるくりを肌春が立ちなそう、なるくりを肌色にかぼりょそう、なんくにゃ黒けさら、なるくりを肌くりを肌、以上ですすごいなんか久々に歌う曲で緊張しますねはい、じゃあ次の質問いきますね。次はおーでん、ランドと C どっち派ですか。これは正直選びません。でもシーズンによって変わりますね。クリスマスとかハロウィンはランドが好きで、夏は C が好きです。でアトラクションだとC のタワーオブテラーが大好きです。はい。それでは次の質問いきます。てん、外出する方が好きですか、それとも中にいるか。これはここ数年で変わったんですけど、もともと多分外に出る方が好きだったんですよ。なんかこうご飯食べるにしても遊ぶにしても、こう家から出てどっかに行くっていうのがすごく好きだったんですけど、ここ数年こう家にいる方が多くなったかなと思います。でも外に出るのが嫌いなわけじゃないんですけど、こうたまにでいいかなっていう感じになってきました。それこそ外に出るときはディズニー行くときとか、なんか本当にそういうずっと家でいてたまにディズニー、たまにディズニーみたいな感じで外に行くイコールディズニーみたいな感じに、とか前はなりつつありましたね。ご飯もなんか最近こう、まあ、食べに行かなくてもお家にこう運んできてくれたりするじゃないですか、美味しいご飯とかを。だからなんか家で過ごすことが多くなりました。でロコが愛犬がいるので、こう愛犬と過ごす時間が長くなったっていうのも多分あると思います。はい、ルアンちゃん見てる、ルアンタン、わしはルアンシこれみんなハマってました、みんな言ってた、わしはルアンシ、シュッシュ、お家ですよね、いいですよね。 From Vietnam with love Thank you。 私も中にいる方が好き、一緒ですねゆりなちゃんルアンタンだ。それでは次の質問ですね。ゆりなのNot a question, but I hope you're doing alright and stay safe always. Love you.、Oh, thank you so much. I love you too.
ありがとうございます。ディズニー行きたいね。韓国のファンから、何言ってるか全然わかんないけど、顔見るだけでもいい。韓国語と昆布勉強して、昆布하고昆布하고있습니다昆布하고있습니다열심히하겠습니다메리미유리나 Sorry. Sorry, I can't. 次の質問です。髪が短かった頃が知りたいです。これはあれですね、さっきお話しした中学校2年生の時にこれぐらいに切ったことがあるっていうのと、あと小学校の3年生か4年生いや3年生の時に短かったです。それぐらいですね。本当にそれ以外はずっとロングです。保育園の時も小学校中学校もその時期以外はずっとロングですね。それでは次の質問でん。ゆりなちゃんの真似っこして前髪を重ためのワイドバングにしました。お、お揃いですね、ワイドバング、ね、このワイドバングっていうのも、あの、私が渡韓するまでは自分で前髪を切ったことがなくて、いつもあの決まった美容師の方に切ってもらってたんですけど、なんだ、その渡韓してから自分で切らなきゃいけなかったので、なんか量を調節するのが怖くて、もう長さを揃えることしかできないんですよ。でここだけ揃えるとここがどんどん伸びてってしまうので、ここも切ってだっていうのが、あのハイライクダットの時の前髪なんですけど、だからこう自分でどうすることもできなくてワイドバングになってしまったっていう感じでした。でも気に入ってもらえたならよかったです。ユートピア歌ってください。ユートピア、あ、大丈夫です。じゃあユートピアは、じゃあまず私の担当してたフォークシーのところを歌いたいと思います。フォークシーのどの巨人に売りかんさぬ超ピラピチ。じゃあサビも歌いたいと思います。ちょっと手で振り付けて聞いてはごいさくんそりろえちゃう俺とんきたるわとぴちゅんやえそきたるわぬんごいちょんのぴならぼるかとぬなべぴょんちょうちんないユートピア。はい、ユートピア、いい曲ですよね。最高やないか。最高ですか。ありがとうございます。ビビがちょこちょこコメントしてくれるの嬉しいですね。ゆりなちゃん、はいはい。それでは次の質問いきますね。ね、めいちゃんとはいつ仲良くなったんですか。めいとはもう初日から話してました。でこう日が経つにつれてどんどんやっぱり仲良くなってったって感じなんですけど、いつだろうな、でもハイライクダットで一緒のチームになってからよりやっぱり一緒にいる時間が長くなって距離が縮まった感じですかね。でオフの日はほぼメイは毎日ずっと一緒にいました。もう本当に毎日メイはずっと言いましたね。でメイは5歳下なんですけど、
こう普段はこう赤ちゃんみたいでこうふわふわしてるメインちゃんなんですけど、こう考え方とかはすごくしっかりしてて、なんかこう一緒にいて年の差を感じないぐらい本当に大人で、うん、なんかすごく一緒にいて安心するし、うん、大事な存在です。本当にいい子です、めいちゃん。優しくて本当にいい子。韓国人メンバーは誰が仲良く、韓国人メンバーは、でも4、同じセルだったら4もだし、あとユートピアの時にチェヒョンと同じ部屋だったんですけど、その時にチェヒョンともすごく距離が縮まって、チェヒョン、あとはイエソは、私がマシロと仲良かったので、こうマシロつながりでこうイエスともずっと一緒にいる時間がどんどん増えてって、で最後の部屋ではイエスは同じ部屋で、こうやっぱりこう一緒に過ごす時間が増えていけば増えていくほど、こうお互いをこう知ることができて、すごく距離が縮まりましたね。なんかイエスはこう練習室とかでよく抱っこしてオンマーって言われてました。イエスは赤ちゃんみたいです、本当に。次です。おお、チェヒョンの話したら、ゆりなちゃん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 ゆりなお姉ちゃん、これよく言ってましたね、みんな。でもこれの考案者っていうか、言い出したのはメイなんですよ。メイがゆりなちゃんゆりなちゃんゆりなお姉ちゃんってずっと言ってて、でそれをK グループの子とかがこう耳で覚えて真似するようになって広まったっていう感じですかね。でも本当に可愛いですね。これ言われちゃうとなんかもう何でもしてあげたくなっちゃいますね。賢者なせるの思い出、賢者なせるの思い出、本当になんかすごくなんかもう3人の部屋、なんていうんですかね、なんかいい意味ですごく落ち着いてたんですよ、ケンチャナスルの部屋って。なんか3人ともこう、ヨンウンはこうみんなでいるときはこう盛り上げてくれるんですけど、こう一人でいるときとか少人数でいるときはすごく落ち着いてる子なので、3人の空気感が本当に似てて、ケンチャナスルの部屋はすごく静かでした。でもなんかそれがお互いすごく心地よくて、なんか最初セルでインタビューがあった時にも、まだお互いそんなに知らない時だったんですけど、こうお互いなんか波長が似てると思いますってお互いが言い合えてたくらい、こう最初の段階ですごく空気感が似てるなって思う、なんかすごく落ち着くセルだったなと思って、うん、本当になんか家族みたいなセルでした。次ですね。で、時間を遡ることができたら何年に旅行をしますか。時間を遡ることが過去に行くってことですよね。時間を遡ることができたら、保育園の頃に戻りたいですね。なんか今はこの道でやりたいことをやってるんですけど、保育園の時にまた、なんか私が小学校入ってからすぐゴルフを始めたんですけど、なんかそのゴルフもせずにまた別の人生を歩んでたら多分今の私じゃないと思うんですよ。なんかゴルフをして中学校で吹奏楽部に入って、で今の事務所に入って、でアイドル活動をして、で今の私が多分いると思うんで、なんかまた保育園の時に戻って別のなんかまた全然違うことをしてたらどういう人生歩むのかなっていうのは気になりますけど、でも今の
人生が多分一番いいですね。幸せです今すごく。はい、シャオティンの誕生日メッセージ。いやまだシャオティンの誕生日じゃないのでちょっとまだ心にしまっておきます。誕生日になったら伝えたいと思います。吹奏楽部の時は何の楽器だと思いますか？当ててみてください。吹奏楽部3年間、中学校3年間やってたんですけど、でも実は中学校1年生の時の1年間だけ違う楽器で、中学校2年生と3年生ではずっと同じ楽器をしてたんですけど。おお、正解がありますね。そう、中学校の 2,3 年生ではフルートをしていました。そうで、中学校1年生ではバスクラリネットっていう、あのクラリネットのもっと大きい、なんかちょっとサックスっぽい見た目のやつをやってました。はい、カスタネット。カスネット、パーカッション。いや、パーカッションもすごくかっこいいなと思います。指ハート。はい。お、結構こんなに時間が9時。あ、でもちょっと、え、じゃあと2個だけ質問答えていきますね。はい、嫌いな食べ物はありますか？嫌いな食べ物は結構私が子供舌で、あのゴーヤとかピーマンとかわさびとかは苦手です。でもフルーツとか、あと麺類が大好きです。はい、あと辛いものも大好きです。韓国料理本当に大好きです。それじゃあ最後の質問いきますね。ねん、お、なんか英語が見える。Do you like mint chocolate ice cream? No, I don't like. mint chocolate じゃない派です。はい、以上質問コーナーでした。たくさんの質問本当にありがとうございます。まだまだ答えられてない質問もたくさんあるんですけど、また次のインスタライブとか。また質問答えていきたいなと思うので、その時にまた質問くださると嬉しいです。ありがとうございます。あ、早いですね。体感まだ20分ぐらいなんですけど。はい、あ、まだ今後の活動内容とかこうはっきりお伝えすることができなくて、申し訳ないんですけど、でも絶対に皆さんと会える機会だったりとか、あと皆さんが応援していてよかったって思える姿を見せられるように頑張っていきますので、これからも変わらずに応援してくださると嬉しいです。でインスタライブも、あの多分不定期にはなっちゃうかもしれないんですけど、タイミングがあるときに、あのまたこうやって皆さんとこうコミュニケーション取りたいので、またその時にぜひ見に来てくださると嬉しいです。それでは今日は本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。またお会いしましょう。はい、それでは皆さん、寒くなってきたのでお体には気をつけてお過ごしください。はい、じゃちょっと最後にコメントだけ。ファイティンファイティン、ありがとうございます。 I love you, Yuri Nobisco. Oh, thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。また依頼してね。またします。またね。大好き大好き、ありがとうございます。ではまた次の
インスタライブかまたどこかなんかいいお知らせができたらいいなと思うので待っていてください。それではありがとうございました。バイバーイ。たまさみだー。シェシェ。 Thank you。 さんよー。お会いにー。わーん。